そろそろ到着しそうだね。うん、サキたちももう水上バスの乗り場で待ってるって。あ、本当だ、メッセージが来てる。それにしても天馬さん、変なスタンプ使ってるね。ああ、この力士のスタンプ？うん、この号泣する力士ってシリーズなの？そうみたい。最近このシリーズがお気に入りらしくて、よく使ってくるんだよね。でも毎日見てたらこっちまで愛着湧いてきて、私も同じの買っちゃったんだ。へえ、星野さんも同じの持ってるんだ。やっぱり二人ってすごく仲良しだよね。幼馴染だし、同じバンドだからね。そっか、確かに同じグループで活動してると自然と距離って縮まってるよね。それが幼馴染ならなおさらだと思うし。そうだね。でも私、さきとはずっと一緒にいたわけじゃなかったんだ。あ、そっか、天馬さん病気で休んでたんだもんね。うん、ちょっと前まで遠くの病院で入院してたんだ。それで離れて過ごしてた期間があって、その前まではいつも一緒だったから少しそわそわしたな。でもサキはすぐ戻ってくるから大丈夫って信じてた。そう信じてたけど、入院が思ってたより長引いたんだ。それは寂しかっただろうね。その間天馬さんと連絡は取り合ってなかったの？お見舞いに行ったり、メッセージを送ったりはしてたよ。でも会えるのもほんの少しの時間だったし、サキのことを遠くに感じるようになっちゃった時もあったな。サキが退院した時、前と同じように話せなかったらどうしようって。星野さん、でもサキと会ったらそんな不安はなくなってた。だって昔のまま全然変わってなかったから。その後は今の通りだよ。サキが私たちと一緒にいたいってずっと思ってくれて、そのために動いてくれたから前よりもっと仲良くなれたし、みんなでバンドを組むこともできたんだ。そうだったんだね。星野さんたちってそんなことがあったんだ。すごいな、天馬さんも星野さんも。会えなくなった友達と会うのって結構勇気がいると思うけど、もしうまくいかなかったらそこで関係が終わっちゃうから、私はできるかな。私も。あ、見て桐谷さん、もう乗り場が近づいてるよ。そろそろ到着するみたい。え？あ、本当だ。全然気づかなかったな。私も桐谷さんと話すのが楽しくって、あっという間だったよ。私も星野さんたちのことを知れて嬉しかったよ。話してくれてありがとう。自分から一緒にいたいって思って行動できるのすごいね。でもなんだか天馬さんらしいな。うん、本当にサキは強いんだ。私よりずっと寂しかったはずなのに、会うといつも元気でさ。今もそうだよね。友達も多いし、昔から人懐っこいんだよね。そういえば桐谷さんのこともすぐに遥ちゃんって呼んでたっけ？そういえばそうだね。おーい。おーい、いっちゃーん。あ、噂をすれば。手を振ってる。元気だね。おかえり、二人とも。ただいま。心配させてごめんね。
ちょっとびっくりしちゃったけど大丈夫。いっちゃんらしいなって思ったし。さっき桐谷さん、はぐれちゃったって言ってたけど、少しくらい離れてもどうってことないよ。私たち、これでもう会えないってわけじゃないんだし、また合流してから時間いっぱいまでみんなで遊ぼう。もう会えないわけじゃないか。その通りだな。それで少し離れてもどうってことないんだ。合流できて本当よかった。あの後大丈夫だった？うん、問題なかったよ。特に声かけられたりもなかったから。そっか、よかった。みんな本当に今日はごめん。いろいろと迷惑かけちゃって。そう、迷惑なんてこれっぽっちも思ってないよ。2人が水上バスでのんびりしてる間に、私たちも甘いもの食べたり買い物したり遊んできたからね。ほらね、言ったでしょ、心配いらないって。本当だね。それより時間、駅前の集合時間まであと1時間くらいしかないよ。あと1時間ってやれることあんまりないよね。じゃあこの辺もお散歩しようよ。ほらほら、海きれいだし青春っぽくない？もうさっきってば。でもいいかもね。せっかくだし、時間までみんなで歩こうか。